こんにちは、 J1BJT です。2024年5月7日火曜日です。今日雑談なんですけども、皆様ゴールデンウィークどうだったでしょうか。 HF のコンディションが今一つだったような気がするんですよね。日中の7メガとかかなり厳しくて、あまり無線で遊べなかったっていう感覚なんですけども、ゴールデンウィークの後半戦3、4、5、6ですね、この期間中は特にあんまりコンディションが良くなかった感じで、移動も私はやめてしまった感じですね。3日に、ちょっとですね、本当は行こうと思ってたんですけど、あまりにも飛んでなさそうな雰囲気だったので HF 諦めて、自宅で2メーターですね、2メーター144MHz 用のヤギのアンテナを出して、少しだけ東京支部主催の東京コンテストの方にちょろこっとだけね参加してました。そのあたりはね、多分もう動画もね出してたと思うんですけども、ここですね、 144MHz の CW の呼び回りで東京コンテストにちょこっとね参加しましたってね動画を出してたりします。まあこんなことをねやってたぐらいで、その後はちょっとですね、あんまりできてなくてっていう感じが続いてます。で、無線やってる人よく見てるとは思うんですけども、宇宙天気予報というサイトがあって、これ今日の今の時点なんですけどね、太陽フレアが非常に活発であるとか、デリンジャー現象もね出やすいと、まあスポラディック異相も、まあ、出るかもしれませんよみたいな形なんですけども、このところ太陽フレアが結構頑張ってくれちゃってくれていて大変だという感じです。ここのあたりのね見方は私もあんまり詳しくはないんですけども、普段見てるのはこの電離圏嵐っていう、ここでイオノゾンテを打ち上げて、日本上空のこの F0 F2 っていうんですかね、臨界周波数がどうなってるかっていうグラフがいつもあるんですけども、これを見てると3日ですよ、3日3日のこの日本時間が下なんでね、3日の朝9時とかね、この辺りからするとですね、もうある意味この青字が出てるのは、あんまり普段ない異常値ですっていうね表示になると思うんですけども、これがねいきなり出ちゃったんでね、結構きつかったです。その後もこの黒っぽいところがね、だいたい通常の何日平均みたいな形のこの推移だと思うんですけど、それに比べると日中ですね、午前中こう落ち込んでますよね、ずっとね、3、4、5、6という形で、で今朝もねまたね、ここちょっと調子が悪い感じでほとんど聞こえない状態だったんですね。昨日の何時だったか、デリンジャー現象が出てたらしいんですけども、そういうこともあって HF は CW でもきついと思うんですけども、場合によってはデリンジャー現象が出ちゃうと FT8 でも通信できなくなってしまうので、公園の移動運用とかね結構大変だったんじゃないかなっていうふうに思います。これと他にもう一個見ているのはここですね、このデリンジャー現象ってページもあって、ここでこういうふうに見えるんですけど、ここら辺が今日本ですよね。でも今夕方の5時40分とかっていう時間帯なんで、こういう形でね、日が当たってるところがこうなってるんですけども、日本の方だともうだいぶちょっと薄くなってきてるんで、このね X 線観測に基づくっていう話になってますけども、この色がね薄い色だと影響がないんですけども、こう黄色に近づいてくるようなところだと、もうだんだんね、影響があって、電離層の D 層デルタですね、電離層の D 層っていうのが下の方にあると思うんですけども、そこの電子密度が上がってしまっていて、吸収されてしまうんでしょうね、下から打ち上げていくときにね、っていうので反射もされないで最初にもう終わってしまうみたいなね、そういう形になるんじゃないかなというふうに思ってます。この話ねちょっとね、ちらっとね X ツイッターで話をしてた時にね、なんかそういう真剣にありましたねっていうのがあって、私も2年前の8月にね1案を受けたんですけども、確かその時の、ね、試験問題にも出てて、2022年の8月期ですね、 HZ408 っていうところのね問題ちょっとね思い出したんですけども、 A の22っていう問題があって、こういう試験問題が出てました。一応これ当時はね解けたんですけどもね、今も解けるかっていうと、一応ギリギリ解けるぐらいのねこの選択肢を選ぶものなんですけども、こういう問題になってたりします。 HF 帯の電波における電離層の上乱現象について述べたものであると、それのどれかってことですね。デリンジャー現象なのか、
電離層の磁気嵐なのかどっちなんですかってことをね問われてると思うんですけども、まあ、ここの問題はね、実は答えはデリンジャー現象のことを言ってるものだと思います。太陽フレアによって放射される大量の X 線および、まあ、これはね紫外線なんですけども、がそれがね下部の電離層、電離層の下の方ですね、 D 層ですね、デルタだと思うんですけども、太陽に照らされている地球の反面で、太陽が見えているところ、照らされているところでこの影響を受けて HF 帯における通信が突然できなくなると、これが数分から数十分継続する現象、デリンジャー現象っていうんですけども、10分とか20分とかね、本当に全くできなくなってしまう、突発的に。ただその前後もある程度通信がしづらい状況が続くので、本当にできない時のことをねデリンジャー現象って言ってるんですけども、これ昨日出てたと思います。でこれのね原因理由としては、 D 層を中心とする電離層の電子密度が急に上昇して HF 帯電波の吸収が増加する、下から DEF ってあると思うんですけども、 D 層を通過する時のここの D 層が厚くなってしまって、ここで吸収されてもう F 層までね行かないんですね。行ったとしてもね、行って戻ってきてもまたこっちで吸収されるってもあると思うんですけど、ここが厚すぎて多分もう抜けられないぐらいのね、そのくらい減衰してしまうっていうぐらいの電子密度の上昇っていうのがこのデリンジャー現象なのかなっていうのを理解をしているんですけども、でこれで太陽に照らされている地球の反面におけるなんとか地方を通るって、これはねよく分かんなかったんですけども、これね小学生レベルの話だと思うんですけど、地球がこういう風にあるじゃないですか、地球が丸いとすると、太陽が当たってると赤道に近い方と北極とかね南極に近い方と、太陽の光がどのくらいこう当たるでしょうかって話で、当然緯度が低い赤道に近い方が太陽の光がね直角に近い形で当たるんで影響を受けやすいですよね。その話で低緯度だと思うんですけども、まあ、こんな問題が一山に出てたってことをちょろっとね先ほど思い出しました。まあ、それだけの話なんですけどね、これももう知識レベルとしてはこうですって言われたものをね覚えているだけなんですけども、現実に実際に通信しててねバッとね、その状況に会うと、ああこれがデンジャー現象なのかみたいなのをね分かると、やっぱりまたね理解は深まるのかなっていうふうに思ったりします。それともう一つ別の話で言うと、私割とポーターやってることが多いんですけども、一つねアワードをもらいました。アワードをねもらえたんでね、何がもらえたかっていうと、ここでですね5月の5日の時点でもらえたんですけども、ワークとオールオブ JPTK と、 JPTK のオールユニッツワークとっていうね、こういうものがもらえました。本当かって思うんですけどね、実際本当じゃないんですけども、これねここら辺にあるんですけども、東京 JPTK が144分の144ってなってるんですけどね、これねちょっとね本当は違うんですね、本当は違うんですけども、もらえてしまったというものになります。実際ねもらったものをねちょっとお見せしますね、こっちの方にね撮ってるんですけども、これツイッターとかにね出すんで名前ちょっと消しちゃったものなんですけども、ここにねハンターアワード TK ってあるんですけど、東京ですね、東京都の公演を全てハンとしましたってことになってるそうです。実は2個足りないんですね本当は実は2個足りないんですけども、それはね最近いろいろあるんですけども、必ずここに青い背景のこういうものがあるんですけども、今ですね統計はちょっと間違ってるところがあってね、毎日ちょこちょこ直してますよっていうこう文言があるんですけども、3月ぐらいからやっている公演番号の振り直しとかそういうものに伴って日本でも実は影響を受けていて、日本の場合東京都は東京だけじゃなくて小笠原にね公演が2つあるんですけども、小笠原を JD1 のところをですね一つ別のその DXCC 的なカウントにするために外したんですね。でそれで東京の公演数が実は2個減ってるんですよ、東京の東京ってところが。